ウォルター・サレスは、ブラジル・リオ・デジャネイロ出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。バルテル・サレスとも。日本においては、セントラルステーションでは、ポルトガル語読みに近いバルテル・サレス名義であった。1991年日本公開の、殺しのアーティストでは、英語読みのカタカナ表記、ウォルター・セールス・ジュニアと表記されている。ウォルター・サレス・ジュニアとも。 中日ブラジル大使館の公式ウェブサイトでは、ブラジルポルトガル語読みのカタカナ表記、バウテルサレス・ジュニオルと紹介されている。彼のテーマは亡命者とアイデンティティの追求であるとされている。1995年にダニエラ・トーマスとの共同監督による劇映画、ホーリンラントは、ブラジル映画のルネッサンスにおいて重要な作品と言われる。 この作品は7つの国際的な映画賞を受賞。30カ国を超える世界各国で上映された。また数々のドキュメンタリー作品も手掛け、様々な賞を受けた後、セントラルステーションでベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞したことで一躍有名になった。2001年のビハインドザサンはアルバニアの文学者イスマイル・カダレの 砕かれた4月を原案としている。ブラジルの若手監督たちの作品では、積極的にプロデューサーを務めている。またフェルナンド・メーレレス監督の、シティオブ・ゴットでも制作を手掛けた。ありがとうございます。